高齢者を対象にした新型コロナワクチンが、今日午前、浜松市の病院に届きました。医師が常駐する高齢者施設での先行接種が始まります。今朝、浜松市西区の西山病院に、ファイザー社製の新型コロナワクチン530人分が保健所から届きました。 浜松市では医師が常駐している高齢者施設から先行接種をスタートします。今日ワクチンが届いた西山病院グループでは、まず施設の職員93人が午後から接種を行い、入所者およそ400人は19日から順次接種を始めるということです。一般の高齢者については、浜松市では80歳以上が今月26日に、 60歳から79歳は来月中旬から下旬に接種券を発送する予定で来月17日からの接種を予定しています。